渡辺です。今回もスペシャリストクラス使っていきたいと思います。で引き続き前田彩香のクラスでローカス、ヘリオンサルボ、スティームショットのクラスでニュートン尽くしでハードポイントをプレイしてみたいと思います。これあとスナイパーライフルであと2キルでスナイパーライフルキル5&武器の熟練マスターコーリングカード解除ですね。であとノアタで50ノアタであと9キルでマザーオパールミサイル解除ですね。はい、頑張るぞ。うちら2人パーティーと一緒になりました。はい、頑張るぞ。おい、これあの美女がゾンビに襲われてるコーリングカード、あのスタンプっすね。バックオフ、お気に入り。敵がハードポイントをダッシュ。ハードポイント撤去。ハードポイント勝てると思うけどな、分からんね。あれか、スナイパーローはあんま好きじゃないんだけどね。ああ、キルが決まった時の爽快感は格別なんだけどね。あと1キルだ、あと2キルか。敵があんまり、次の目標に移動してるんだよこれ。ハードポイントを特定。敵がハードポイントを取った。負けてるね。上空に敵の UAV。UAV 出てるから落とした方がいいけど。かわせ。ダメだな。キルができないな。やっぱ UAV 出てるから落とさんといけないこれ。カードさんのやめとか、ああいうのは相手しない方がいいよ。よし、あ、武器を熟練ました。コーリングカード。やった。スナイパーライフルキル5も OK。無理はしないことよ。敵の UAV が旋回してる。ハードポイントを確保。めっちゃ。あ、決まらないな。スチール撃ったれんか、これ。あと、2発しかないな。ダメだな。スチールはもう次でいいよ。大差負けてるね。あ、こっちのコーリングカードなってるか。あー、あの、ハードポイント。あ？厄介だ。ハードポイントを確保。3キロ、ちょっとキル数上げないとダメだ。待て、 UAV か。あ、出してる。ダメだな。ハードポイント競合中。これ出してなかったのか。ハードポイントを失った。ハードポイントを確保。ハードポイント競合中。ハードポイントを特定。ハードポイント占拠。ねえ、これ。ね、こいつらこんな強いんだ、これ。うん。めっちゃ強いな。リーパーはライトニングストライクの展開を許可する。ダメだ、全然キルできねえな。ハードポイントを失った。めっちゃこれ。決まらんな、キルが。キルが決まらねえねえ、これ。危ないな。よしよし。2発。ファイヤーブレイクをやった。ハードポイントを特定。スチールもついでいいっすよ、これ。ハードポイント占拠。あ、開いたな。ハードポイントを失った。ハードポイントを確保。ここにいるんだよ。
あと何キロだ。あと1キロじゃないか、これ、シールまで。あ、ダメだな。スチールも次だな、これ。あと2キロで、マザーパールも解除だからね。あ、この辺が。キル数がちょっとひどいけど、もう正式、動画やしてる。UAV も、落ちた。暇がない。よしよし、いけいけいけ。あ、サイスだ。サイスにはかなわんようになってる。ユーブ落ちたんときのこれ。敵のスレッシャー接近。敵めっちゃ強いなこれ。なんだこれ。成績がひどいな。ちょっと困るなこんなの。敵のライトニングストライクレーダーを。敵さんが強いな。なんでこれ。ライトニングストライク接近。敵にアサルトバッグを破壊された。めっちゃ敵強いよこれ。敵の UAV。 リュウブ持つさん。敵のケアパッケージ接近。中心。敵のヘルスオブ接近。いっぱいいるなこれ。ハードポイントを特定。ハードポイントを確保。味方近くにいたら嫌なのよな俺。ああハードポイントを失った。ハードポイントを失った。あ、このハードポイントだったんだ。これ出しとこう。やけどってでしょこれ。敵が上空に CUAV を展開。押されているぞ。なんとかしろ。邪魔だなこれ。見えねえよこれ。飲み方が近くにいるとダメなのよこれ。ああ。お、マザーパワーミサイル解除したので、ちょっとクラス、前大学からこの、長留美のクラスに変えたいと思います。ハードポイントを失った。あ、リロードいいよ、これ。早いよ、これ。ハードポイントを確保。11キル。なんでこれ負けてんだ、こんなに。敵がハードポイントを取った。リーパーゲット。本ユニットのビーコンを頼りに。UAV を展開する。邪魔だなこいつよ。さっきからよ。ハードポイント占拠。ああ。あいつは燃え尽きた。ディスラプターを稼働させる。ロケットを撃破。ワンショットワンキルが決まらないよこれ。あんまり。ハードポイントを失った。これよこれ。ハードポイント占拠。これ自動回復にすればいいのにな、もうこれ。スチールちょっとできないか。処刑執行。あと1キロ。UAV。ハードポイントを特定。ハードポイント占拠。UAV、出撃準備よし。ハードポイント競合中。このようにスチールカモン。やったぜ。 OK です。ケアパッケージを投入可能だ。ケアパッケージ、これ出すもん。アサルパックオンライン。やったぜ。申し分なし。なかなかいい試合です。なんだこれ。 UAV 取れんかったな。もういいよ、もう。ハードポイント競合中。どこだこれ。取られてるのかこれ。この野郎、俺の取りやがってこの野郎。18キル。ハードポイントを特定。あ、敵がハードポイントを取った。決めて強いな今回の。でもハードポイント面白いな。いいんじゃない。あ、上にいる。上にいるよね。これあな、いるでしょ。
うちらがちょっと目標に絡んでねえから。敵のスレッシャー、またスレッシャー出してんのかこれ。聞いてよこれ、こんなやるめん、さっきやったな。スチール1個やったからよかったよ。スレッシャー出てるなこれ、ダメだな。終わり、やったぜ。作戦エリアを失った、ミッションは失敗だ。うちら2人パーティー入ってるけど負けてるね。敵だろこれ。あ、うちらのトップだ。おお、ダークマターだ、すごい。タイタン強いからね、これタイタンでしょ、これダークマターはどうだろうな、やる、分からんのやるか分からないか、ちょっとめんどくさいからね。できれば気が向いたらやるかな。結構いろんなチャレンジ終わらせたね、この試合で。申し分のない試合ですね。よかったです。やっぱハードポイントがいいね、試合時間が長いから。あのスチールもね、ハードポイントがいいっすよ。試合時間が長いと、長い分スチールの確率も上がるんでね。やった、武器の熟練マスターコーリングカードやったんですね、これね。でプラス1万 XP でマザーパール、ノアタで50キロでマザーパール見せて解除、プラス 2500XP でスナイパーライフルキル5も終わったね、プラス 5000XP、 19キロしかいかなかったけど。はい、プレミアさんありがとうございました。結構進んでますわ、あれ281個。溜まってるケースを開けちまおうぜ。これ終わってないね、何も。4連フィード、スナイパーライフルで4連フィード難しいね。やったことあったかな。あ、へ、あのハベリナ A50 でやったことありますね。これ今回もフラッシュタック5ブーストキル253キル、アサルトパックボーナス1489キルってことね。これノアタで50キル、この前田彩香のクロスでマザーパールミサイ解除しましたね。解除したので急遽この前田彩香のクロスからこの長友闇のクロスに変えてみました。一回スチュールやったのがでかいな、これ。あと4回。次はね、これやるんで、サイト1個とアタッチメント5個付きで50キロ。ロングショットも進まさんといけんけど、まだ1回しかやってないんで。結構もう進んでますよ、レベルも。あと、13でサプレッサーでしょ ?14 が NVAR。これで武器レベルマックスで、武器プレステージは回せますね。で、これキャリアのですね、これですね、武器の熟練マスターもあったね。今回これだけ残ってたんでね、スナイパーライフルキル、スナイパーライフルで2キル90、もう998キルまで進んでたんでね、2キルするだけでよかったんだよ。スナイパーライフルで1000キルでスナイパーライフルキル5コーリングカード解除に、こちらですね、やったね。久しぶりですよ、マスターコーリングカードの解除。武器の熟練マスターこれ欲しかったんでね、武器の熟練チャレンジを全て完了で、武器の熟練マスターコーリングカード解除ですね。早速ちょっと組み合わせか、これもいいんだけどね。マスターこちらですね、6つ目か。これ引き続きやっていくんでね。はい、以上にしたいと思います。今回前田彩香のクロスでローカス、ヘリオンサルボ、スティムショットに、長友闇のクロスでローカスのクロスで、であとスペシャリストクラッシュを使用してニュークタン尽くしのハードポイントの試合でノアタで50キルで、マザーオブパール迷彩解除に、スチール1回、に、で、あと、スナイパーライフルキル5、コーリングカード&、武器の熟練マスターコーリングカード、
解除しました。この前田彩香と長富あゆみのクロスでねのローカスヘリオンサロボスティムショットのクロスでやってみました。あとスペシャリストクラッシュ使ってやりました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。